ニューハンプシャーはアメリカ海軍の戦艦、コネチカット級戦艦の6番艦、艦名はニューハンプシャー州にちなむ、その名を持つ艦としては2世紀目。本艦はドレッドノートの2年後に収益したアメリカ海軍における最後の全土級戦艦であった。ニューハンプシャーは1905年5月1日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港し、 1906年6月30日に、ヘーゼル・イー・マクレーンによって、命名、浸水。1908年3月19日に、初代艦長キャメロン・ーム・ウィンズロー大佐の指揮下、収益した。ニューヨーク沖での成長後にニューハンプシャーは1908年6月26日、パナマの頃に、海兵隊遠征大隊を運ぶ。その後ケベック、ポーツマス、ニューヨーク、 ブリッジポートへの儀礼訪問を行った。ニューヨークでのオーバーホール及びカリブ海での演習の後、1909年2月22日にハンプトンローズでセオドアル・ウズベルト大統領の関越を受け、グレート・ホワイト・フリートへ加わった。その後は東海岸及びカリブ海で演習を続け、1910年11月1日に第2戦艦部隊と共に、 ハンプトン・ローズを出港、フランスのシェルブールとイギリスのウェーマスを訪れた。12月30日にイギリスを離れ、1911年3月10日にバージニア州ノーフォークに帰還する。その後再びヨーロッパを訪問し、スカンジナビア、ロシア、ドイツの港を訪れた。艦隊がニューイングランドに戻ったのは1911年7月13日であった。 ニューハンプシャーは1912年の夏に海軍兵学校生の訓練巡行を行い、12月にはイスパニョーラ島近海の偵察巡行を行った。翌1913年の夏も海軍兵学校生の訓練を行い、1913年6月14日から12月29日までアメリカ合衆国の権益を守るためメキシコ水域を巡行した。 その後1914年4月15日に再びメキシコ水域に戻りベラクルス占領の支援を行う。6月21日に北へ向かいノーフォークでのオーバーホールの後カリブ海と東海岸で訓練を行い、1915年8月には再びベラクルスを訪れる。ニューハンプシャーは1915年9月30日にノーフォークに戻り、 北部水域での作戦活動を九百十六年十二月二日まで続けた後サントドミンゴへ向かう。その後オーバーホールのため九百十七年二月にノーホークへ戻り、アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦した時は入居中であった。オーバーホールの完了後は砲兵、機関兵の訓練を行い、九月十五日に初めての戦断護衛任務のためニューヨークから、 フランス沿岸まで輸送艦隊に同行した。対戦後は機関兵の輸送任務に従事し、1918年12月24日にフランスを出港し、機関兵を東海岸に送り届けた。同任務は4回行われ、1919年6月22日に終了した後フィラデルフィアでのオーバーホールを受け、1920年6月5日に、 海軍兵学校生を上官させ、パナマ運河を通過、ハワイ及び西海岸の港を訪れる。ニューハンプシャーは9月11日にフィラデルフィアに帰還した。ニューハンプシャーは、ハイチ水域での特別部隊の帰還任務に1920年10月18日から1921年1月12日まで、従事し、1月25日には、スウェーデンの大臣、 ビルヘルムエクリーグレンの遺体を乗せ、ストックホルムへ向かい、2月14日に到着した。ヨーロッパでは、キールとグレーブンドを訪れ、その後フィラデルフィアに3月24日帰還した。ニューハンプシャーは、フィラデルフィアで1921年5月21日、退役した。ニューハンプシャーは、ワシントン海軍軍縮条約に従って1923年11月1日に、 廃棄するため売却された。ありがとうございます。